鹿児島総合信用金庫は、鹿児島県鹿児島市泉町に本店を置く、信用金庫。略称は、愛信。2013年から県内の経済振興を目的に、各支店からの推薦をもとに、優秀な成果を上げた、企業、団体を表彰している。職、アグリ部門、エコ、環境部門、その他部門の3部門、後に、ビジネスイノベーション部門。 SDGs 部門の2部門あり、対象、優秀賞、特別賞が授与される。2017年12月に職員による着服が発覚したことを受けて設置された第三者委員会の調査の結果、2001年3月から2018年1月にかけて職員23人が約5億4000万円の着服やノルマ達成のために顧客の名義で 定期積み金などの商品を無断で契約、解約するため顧客から受け取ったクレジットカードを使用する等の不正を行っていたことが明らかになった。23名のうち9名を解雇、3名を停職処分とした。11名は違反退職した。管理監督の問題があったとして上司を減給や降格とし、計144名が懲戒処分となったのに2割以上に当たる。 稲葉直久理事長は役員報酬を自主返納し、副理事長と専務理事、非常勤理事を報酬50%返納、専務理事の一人を停職3ヶ月の処分とした。九州財務局は2018年4月20日、職員による着服や不正に関して事実確認のため報告を求めたところ、幹部の指示で隠蔽を図ったことを確認したとして、 鹿児島総合信用金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において、準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令を出し、5月21日までに改善計画を出すように命じた。2018年4月20日、吉野支店で顧客の個人情報が記載された、帳票などを紛失していたことを公表した。 紛失した件数は3275件で、紛失した情報には、顧客の氏名、受取金額、払い出し金額、顧客番号、口座番号、証券番号などが含まれていた。2016年9月14日に誤って破棄した、可能性が高いとしている。不正公表前の2013年と2016年に、日本銀行の口座の時に、 不正の事実を記していない資料を提出して隠蔽したとして2018年6月1日に交差契約違反をしたと日本銀行から公表された。この交差契約違反を受けて日銀から管理体制の改善状況を3ヶ月に1回程度報告するよう要求された。ありがとうございます。